ヘッドセットマイクがどこにあるのか探してたら、思ったよりも時間がかかっちゃって、なんとか開演前に見つかってよかった。もしマイクなしでステージに上がることになったらどうしようって、心臓ドキドキだったよ。うん、ごめんね海ちゃん。こういう大事なものの準備はちゃんと早めに済ませておかなきゃだよね。反省してます。でも今日は朝起きた時からずっとこんな調子で落ち着かないんだよ。みんなの前でライブができるんだって思うと嬉しくて待ち遠しくて、はあ、早くライブが始まればいいのに。さっきから時間の進みが遅く感じるっていうか、もういっそ今からステージに出ちゃおうかな。うわー、冷た！って何するのエリちゃん。いきなり冷たいペットボトルを首筋に当ててきたらびっくりするでしょ。え、慌てなくてもライブは逃げないから、まずは水分でも取って少し気持ちを沈めなさい。はい、いただきます。わー、冷たくて美味しい。そういえばさっき冷や汗をいっぱいかいたから喉が渇いてたのかも。ごめんねみんな、つい舞い上がってはしゃぎすぎちゃって。私たちミューズのライブなんだから、全員で気持ちを一つにして臨まないとね。ありがとうエリちゃん、おかげで落ち着いたよ。それじゃあみんな、今日は最高のパフォーマンスを目指して思いっきり頑張ろう。